おはようございます。 YouTube 講演家の鴨頭義人です。本日の提供は、生の鴨さんになかなかお会いできないので直接おめでとうと言っていただいて元気をもらっちゃおうと思った浜県です。鴨さん大好きですという浜県さんの提供です。なんと浜県さん、本日お誕生日おめでとうございます。浜県さん大好きですということでですね、今日は記念日スペシャルでございます。スペシャルゲスト鴨脇さんです。よろしくお願いします。いや、今日ですね、はい、ボイシーさんが定期的に出していただいているハッシュタグ企画、うん、まずはボイシー5周年おめでとうございます。おめでとうございます。いや、ボイシーさんって、うん、なんかスタッフさん優しくない？うん、めっちゃ優しい。めっちゃ優しいよね。まあ、そう、うちらは担当がね、えのちゃん、えのもとさんなんですよ、うん。むちゃくちゃ優しい。なんか説明の時にさ、うん、ズームかなんかでミーティングしなかった？いや、動画が送られてきました。ああ、なるほどなるほど、うん。もう見ただけでさ、うん、あ、どっちかっていうとさ、ちょっと森の妖精に近い、ね。感じのボニカちゃんタイプね。そう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 。そういう雰囲気でめっちゃ優しくて、だけど、うん、熱いのよ、うんうんうん、えのちゃん中に燃えたぎるもんがあって、うん、やっぱりね、社長の尾形さんが目指してる未来にフルコミットメントしてるっていうのが分かる、うん、あ、ボイシーのことがすごい好きだよね。だよね、うん、それが分かる。分かるよね、うん、で、これボイシーを聞いてくださってる皆さんに伝えた方が絶対皆さんとってもプラスだなと思うのが、うん、僕らはボイシーさんの作ってくれたプラットフォームで配信させてもらってるわけじゃない、うん、その担当のボイシーの社員さんが、うん、ボイシーを誰よりも愛してるって嬉しくない？うん、やっぱり安心感半端ないよね。半端ないよね、うん、もう何でも言ってくださいって、うん、もうできる限りもう早いタイミングで改善しますよというのがやっぱ溢れてるんだよね、うん、で、なんかたまにさ、うん、こういう風に使ってみたらどうですかって提案してくれない？うんうんうん、それもいいよね、うん、なんかまあ当たり前っちゃ当たり前だけど、うん、今までほら YouTube とかね、うんうん、Facebook とか Instagram とかでも配信するじゃない、うんうん、で、当たり前なんだけど、うん、サポートってないじゃん、うん、当たり前だね、うん、あ、そう、全然当たり前なんだよ、うん、でもさ、ボイシーさんってあるじゃん、うん、なんかハッシュタグ企画めっちゃ助かる、ね、あ、ネタがっていう時にさ、すごい、あ、よしよし、喋れる喋れると思うもんね。だよね、うん、で、ほらほら、なんだっけ、ボイシーで行くなんとかツアーっていうチャンネル、あ、取り上げてもらった。そう、新しいパーソナリティさんを紹介してくれるボイシーさんのチャンネルがあるんですよ、うん、これちゃんと名前言いたかったな。ボイシーで行くなんとかツアーっていうやつです、うん、があって、そこでもね、パーソナリティさんって最初始めたばっかりの時って気づいてもらえないじゃない、うんうん、だからそれをフォローするような YouTube ではボイシーチャンネルがちゃんとあって、そこで社員さん公式ボイシーツアーです。公式ボイシーツアーっていうチャンネルがあるんですよ。だから新しいパーソナリティさんを知りたかったらね、そこを聞いてればもう大体わかりますね、うんうん、っていう風に。だってさ、それだってね、うん、まあ当たり前って思うかもしれないけど、うん、全パーソナリティの放送聞いてるんだよ。そうだよね。もちろんその仕組みが違うとはいえさ、うん、YouTube さんとかね、うんうん、その Facebook さんとか、うん、Instagram さんには無理じゃん、うん、Twitter さんも。 YouTube さんは急上昇ランクとかあるじゃない。ああ。でもあれは AI さんがやってるんだもんね。そうだね。いや、ボイシーさんもありますよ、急上昇ランキングも、うんうん、おすすめもこの人が聞いてるおすすめとかも全部あるけど、うんうん、それ以外に人が動いてるのよ。それがすごいなと思って、うんうんうん、まあ、なので、やっぱボイシーさん、僕らはまだね、せいぜい1年未満しかやってない、超ド新人パーソナリティではありますが。私なんてまだ26日目。あ、なるほど、なるほど。ではありますが、やっぱりボイシーさん5周年は本当になんか、社員さんと社長の尾形さんが、地道に地道に地道に積み上げてきた結晶なんだろうなと思うし、うんうん、どうやら話を聞くと、うん、やっぱり今年の1月のクラブハウス大ブレイク以降ね、うんうんうん、一気に視聴者さんも伸びて、うんうん、まあ、そのおかげでパーソナリティさんもやっぱりなんか集まってきてくれてるっていう風に考えると、うんうんうん、なんか4年間ね、うん、きっと地味にあんまり知られずにそれでも倒れずにやってこられたんだなっていう風に思うので、うんうん、まあ、そのなんか、うん、これまでの歴史になんかすごいリスペクトが僕はあります、うんうんうん、で、なんで今日記念日スペシャルにしたかっていうとですねなんと昨日、
昨日東京鴨頭ランド11周年でした。せーの、いいね。いいね。知らなかったんですよ。もうさ、帰れば。何を？元旦とかに。ね。なんか覚えやすいやつに。締め日よね。うん、だから昨日だから昨日、一昨日じゃん。そうだね。9月の24みたい。うん。国。国よ。国よ。国よくしよう。九なんか。五郎ね、うん、覚えらんない覚えらんない。僕はその日焼肉マフィアでシークレットイベントをやってたんですよ、うん、そしたらタイシーさんが大きな箱をお持ちになりまして、うんうん、最初俺インコネル鍋のケースだと思った鍋のケースが来たぞ。そうそうそう。そしたら開けたらですね、うん、バラの花が敷き詰められておって、うん、白地のバラに赤のバラが11ってなってた、うんうん、おーもうね、タイシーさんはね、この世の誰よりも女子力が高い男子です。確かに、はい、間違いないですね、うん、でそれ持って写真撮ったりしてはしゃいだんですけど、うんうんうん、なんか11年経ったんだなと思って、うん、11年前何やられてました？秋葉さん何やってた？マクドナルドいましたよね。マックにいましたね。スイングマネージャー。そうだね。11年前って一花が小1、うん、春が保育園か。そうマックだね。ちょうどマクドナルドでアルバイトされてまして、うんね、シングマネージャーやってました、うん、なんかそう考えるとボイシーさんもそうですが、うん、うちもよく持ったなと。あボイシーさんに失礼かなこれ。何夫婦関係が。いやいや夫婦関係の話じゃねえわ夫婦関係は20年やっとるわ会社が11年よく持ったなっていうから。え、なんで自分の感自分の感想入っちゃってんじゃんそれほら超自分軸だからいや本当にだってまあこれあのプレミア放送のチームカモガシラジャパンの方では、うん、僕よく具体的に数字も入れて喋っておりますが、うん、11年、うん、ほぼ毎年、うん、資金症と思想になってるんですよ。うん、思想にならなかった年って、うん、ないっす、うん、まあまあ逆に言うと1年目、うんうん、赤字だった年はねお金があった、うんうんうん、なんでかっていうとあのマクドナルドの退職金があったから、うんうん、それ以来事業がスタートしてから、うん、まあこれ会社をやってる人は分かると思いますけど、うん、売り上げが上がればお金が増えるんじゃないんですよ、うんうん、売り上げが上がるようになってくると、うん、活動費がかかるんで、うんうんうん、で出るお金も出てくるじゃないですか、うんうんうん、だからそれのな行ってこいが激しくてですね、うん、常にだから本当に年間の売り上げが2000万とかの時から、うんうん、10億円近くのになるまで、うん、ずっと資金ショートの危機と。そっか、最初カプセルホテルに泊まってたよね。そうよ、そういう、ね、そういうレベルですよ。そうだよね、うん、そんで一睡もできなくてそのまま公演したりしたもんね。本当そうですよ。そういやもう北海道日帰り公演やったでしょ、うんうん、沖縄もやった。沖縄日帰り公演も、うん、お金なかったのと、うん、たくさん仕事を入れるしかなかったから、うんうんうん、本当にね、うん、体で稼いでまいりましたよ、うんうんうん、まあ、今はありがたいことにね、うん、新規事業を立ち上げに、うん、まあ、本当にたくさんのスタッフが集まってきてくれて、うん、鴨頭よしひとがね、直接携わらなくてもみんなが頑張ってね、うんうん、会社を盛り立ててくれてるので、うん、改めて今日はね、うん、感謝の日だなと。お、感謝の日か。そう、なんか日々感謝ってあんまり言わないんだけど、うん、なんかね、うん、やっぱり節目には、うん、あ、これ一人じゃ無理だったなと、うんうん、そういう気持ちになりますね、うんうん、まあ、会社で言うと、うん、ヒロキング先生ですよね。ヒロキング先輩、はあ、すごいね、うん、よくこんなわがままな男を支え続けてきてくれたなと、うん、支えた気はなんかなさそうだけど本人の中では1ミリもないだろうねただゲームやってたみたいな、うん、まあ楽しかったんでみたいな、楽しいからやってますみたいな感じではありますが、うん、僕の立場からしたらですよ、うんうん、ヒロキングがいなかったらね、うん、とてもじゃないけど持たなかった、うん、なるほど。精神的にも、うん、ビジネス的にも、うん、そう思うとやっぱり会社のことを考えるとヒロキングに感謝で、うん、まあ、あとはバーキコに感謝してますよ、うん、こんなに自由にしてくれてありがとう。いや、それはお互い様だからね、うちはもう聞きました今の音、どれぐらい上から来てるか分かっていただけたと思うんですけど音的にいやいや、でも本当にね、やっぱり自由が一番、必要な養分だったのでありがたいと思っておりますので、はい、これからもお互いに自由奔放に楽しく仕事をしていきましょう、はい、任せろ。以上、記念日放送でした。さようなら。